最初にお願いなんですけど、まあこのね画像に書いてある通り、このチャンネルをチャンネル登録して通知ボタンを押してください。そうすればね、よく配信とかしてるんでね、配信にすぐ来ることができます。そしてあと Twitter もね、フォローしてください。Twitter のね ID は概要欄に載ってるので、そちらをご覧ください。で、最後になんですけど、クリエイターサポートお願いします。クリエイターサポートのコードは、ゼルフィーです。はい、ということで、皆さんもしよければよろしくお願いします。この3つをやればね、いつか絶対彼女できるんで、はい、いつか絶対彼女できます。保証します。はい、ということで、僕はね、陰キャなんでもちろん彼女なんかできないんです。はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ゼルフィーです。ということで、今回もね、シーズン11に関してのちょっとね、情報をお話していきたいと思います。もうそろそろみんなね、これ飽きてきたと思うからね、ちゃんと動画、今日もう1本あげるんで、テスト期間なんですけどね、2本編集しちゃうんで、皆さんね、楽しみにしててください。ということでね、このチャレンジをやりながら、本当にやばい。あとね、37時間ぐらいでね、シーズン終わんのにね、僕ね、まだティア80なんだよね。いや、マジでやばい。とりあえず、はい、OK。で、適当に、とりあえず、ここでポンポトリーノ、そしてね、僕ちょっと朝一発目なんで、ちょっと寝起きだし、声もやばいんで、そこはよろしくお願いします。ということで、今回の情報なんですけど、なんとね、イギリス？イタリアか。イタリアの、ちょっとやばい、声もめっちゃ裏返るんですけど、イタリアかな？イタリアのアップルストアでこんな画像が、流出してしまいました。はい、この画像なんですけど、注目してほしいのは、左下のね、2って書いてある画像なんですけど、多分ね、この2はね、第2章ってことを表してるんだと思います。シーズン11だけど、第2章ってことを。びっくりした、びっくりした、何これ、何これ。日本語にしろ。英語わからんて。僕、リスニング苦手だからわからんて。うん。もうね、エピック。おい。おい、エピック。よし、ということでね、多分シーズン11だけど、第2章、フォートナイトの第2章が始まるんじゃないかなってね、僕は思います。ワンチャンシーズン11じゃなくて、第2章なのかもしれないね。だからまたシーズン1から始まるんじゃないかなって、もしかしたら、僕はそう思います。でね、僕もう一個注目してほしいところがあって、スキンがなんか3人なんか立ってるじゃん。スキンがなんか3人立ってる人いるじゃないですか。怖い怖い怖い。なんかもう台風、今日土曜日でさ、台風やばいんだよ。僕関東住んでるから。で、ちょっと何なんか風の、このフォートナイトの風の音かさ、台風の風の音とかがちょっと分かんないんだよな。怖い怖い怖い。話戻るんですけど、3人の、スキンが立ってると思うんですけど、これね、皆さんバトルパスのスキンなんじゃないかなって思う方いるかもしれないんですけど、僕違うなと思ってて、その理由が、これ僕ワンチャン初期スキンなんじゃないかなっていう、新しい。で、なんでそう思ったかっていうと、さっき言ったんですけど、第1章から、第2章に、変わると思うんで、それの影響かな、それの影響と、あとは、真ん中にさ、金髪の初期スキンみたいなのいるじゃん。ティフューのやつ。なんか、ティフューに似てるさ、金髪の初期スキンいるじゃん。そのティフューに似た、金髪の初期スキンのなんか顔をした、スキンって今まで、バトルパスでもらえるスキンではいないと思うんですよ、多分いないと思うから、これワンチャンだから初期スキンなんじゃないかなって思いますね。だって今までいないよね。この金髪の初期スキンの顔をしたスキンってバトルパスでね。だから僕ワンチャンあるんじゃないかなと思います。ちょっと僕ね、初めてこんな名推理したと思う。だからワンチャン本当に初期スキンが変わると思うんで、皆さんね、もしかしたらなんですけど、今のうちに初期スキンをね、使っておいた方がいいんじゃないかなってね、思います。ということで、ちょっと一旦死んでいきたいところがあるんで、一旦、I can fly。で、さっきの画像の、スキン3人立ってるんですけど、その後ろになんかマップあるじゃん。これって絶対新マップだよね。で、なんかちょっと1個街も見えるし、何これ？縦積みの神じゃん、これ。縦積みではないか、これ。なんかすごい神がいるよ、ここに。あ、できなかった。もう一回死のうか。これ絶対死なないじゃん。あ、そうだよ。再展開使えばいいんだ。バカだ。再展開使えばいいんだ。ちょ。建築がまともにできなかった。いや、なんかグラップラーとか欲しいわ。グラップラーとかが欲しい。確かね、なんかバグったキノコを食べるっていうなんかクエストがあった気がするんで、バグってるのここしかないよね。チャレンジ。カタリストじゃない。どこだっけな？あった。バグった。あ、キノコじゃなくてもいいんだ。ここら辺にあるよね、それって確か。あったあったあった。1、2、3、4。OK。これはインファントリーか。いらねえな。ちょっとやばいな。本当に僕、ティアがやばいから、どうにかしたい。とりあえずチャレンジ見よう。なんか1個食べれてないんだけど。これバグかな？あれ僕食べたよね、1個。一応怖い怖い怖い。一応食っとこう、一応食っとこう。あ、危ねえ、危ねえ、食えてなかった。よいしょ、次何のチャレンジやろうかな。レースコース行こう。どこレースコース？ここか。いや、これ絶対死ぬな、回復ないと。回復ないと絶対死ぬ気がするんだけど、これ。いや、これは無謀だわ。やめよう。これは無謀だすぎるからやめよう。なんかチャレンジやりたい。なんかないかな。これ何これ？巨大な光を放つ。キューブに触れてルートレイク上の裂け目に入り。何このめんどくさいやつ。それは無理だわ。複数の望遠鏡。なんか望遠鏡あるよね、ここら辺に。確か。しのいってな。I can fly。あったあった。OK。ないっけ、あそこら辺。ないな。他どこにあんの望遠鏡なんか。わからん。わからん。当たれ。あは、それ当たるわ。なんか後ろにいるよね。今、資材がない。バイバーイ。バイバーイ。今めっちゃ当たったんだけど。めっちゃ当たったんだけど。はい、ナイス。いいね、うちのチーム。うわ、ごめん、味方だった。なんか、チーターからフレンド送られてきた、今。やばいね、僕、テスト期間なのにね、普通にね、やってんだよね。僕ね、勉強よりね、動画編集優先だから。うん。まあ、ちゃんと勉強もするから、まあまあまあ。もう明らかに優先順位が、またなんかフレンド申請来た。誰だよ。ケノフって誰だよ。おお、バカ野郎。どこどこどこ。誰やねん。友達友達。フレンドフレンド。ちょっとごめん。お腹減ってなんか、怖い怖い怖い。ちょ、お腹減ってなんか、ちょっと力がなくなってきた。アンパンマン現象が。グラップラーをもらいのポション飲みのあ、仲いい仲いい。待って待って、なんかやばくない？なんだよお前かよ。さあまだ30。やばい、これめっちゃ時間かかるじゃん。みんな早く倒して。チームランブル僕さ50キルぐらいでいいと思うんだよね。ナイス。敵がいなさすぎるマジで。当たらない。いっぱい当たった。いい、ナイス。ごめん、ごめんよ、ごめんよ。味方吹き飛ばしちゃったと思う、今。あ、やべ。ナイス。アプレイ、I can fly。うい。やばい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 。オッケー。でも資材ない、資材ない、資材ない。オッケー。なんか今日めっちゃ AIM いい。 ARAIM は悪い。でも危ねえ。 AR の AIM は悪いけど、なんかあそこめっちゃ当たってんだけど。あと一発。はい、バイバーイ。はい、バイバーイ。俺めっちゃキルしてね。あ、言うてはっきりだったわ。早く終わらしたいな。早く終わらしたいな。本音が。100キルって多すぎると思う。75キルぐらいでちょうどよくない？なんかいない？ここ。なんか今音聞こえたんだけどな。お前か。お前か。オッケー、体力2で倒していくよ。今死んだかと思ったわ、マジで。やばい。やれ。ナイス。たまたまやろ、お前、それは。あいつ許さねえ。いや、お前でいいや、もう。ういー200出ると思ったんだけどね、今。いい、やってく。誰やねん、TV。はい、やってく。お、もうすぐで終わる。やれ、やれ、よし。いいぞ。爆弾壊していこう。でも怖いからいいよ。あと8キル。マジで全然エアー当たんねえ。ナイス。はい、やってく。あと6キル。あと一発じゃん、お前。お前だけは許さねえ。どこだ？今骨の上いたな。いたいたいた、お前だ。お前は絶対許さねえ。待て待て待て、僕の友達を殺すんじゃないですか。お前はいい、お前だ。よーし、はい、仕切りパク。あと1キルじゃね。あ、お前で終わったー。オッケー、よし。ということでね、まあ今回は、こんな感じでね、終わりにしたいと思います。今日ね、多分もう一本動画上がると思うんで、まあね、それも待っててください。6時半に上がります。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバーイ。